うまくいかない。湿度？え、湿度じゃない。なんか変な癖ついちゃって。困ったさん。困ったさん。え、困ったさん知らない？知らない。え、わかったさんは？知らない。マジ？ジネゲじゃない？いや、絶対違う。食べる。いらない。え、それスパイスじゃん。スパイス。うわー、むさ。なんかこれだけ粉めっちゃかかってるの気になるの。うん。それは避けて。いや、俺はあえてこれに行く。で、真ん中行こう。わ、真ん中変な形してる気がする。ねえ、まだかも。あ、多分違う。うん、多分違う。あれだね。ダメの上よ。ね、疲れを取ってくれるから。なります。ララララララ。はい。ちょっと言いたいことあるんだけどいい？え？マリナビは？本当？え？はい。最近ちょっとだらしなピじゃない？え？真面目話？ちょっとだけね。いや別にそんな真面目じゃない。あいいよ別に準備しちゃう。食べ物とかそのまんまだったりとか、物を使ったらそのまんま置きっぱなしとか多くない最近。まあまあ忙しいっていうのはあると思うけどね。え、そんな最近多い？多いと思う。全然無意識だな。まあ、なんか物が増えすぎちゃってるじゃん家が。それからの諦めがあると思う。まあちょっと関係ないことかもしれないけど、もう汚れても仕方ないでしょ。物増えちゃって汚れても仕方ないと思ってない。いや心の中で多分どっから思ってると思うよ。いやこんだけ服があるんだからそれ以前の問題だろみたいな、多分自分の中でとか思ってるし、まあ俺も言ったことあると思うし、開き直りがあると思う。いや高岡もそんなこと言ったらさ、服にポイポイしてるよ。え、見て地面に物をさこんだけ置いてってさ、俺の物はバッグと靴下1個じゃん。いやじゃん見てよ。あれが悪いな。確かに、ここにもバッグあるし、そこにもユニクロで買ったやつが。下に物を置くのはやめやね。ずっと見てていいわけじゃん。いやだから良くないから気をつけます。最近ちょっとそれ多いなっていうのはちょっと気になった。最近の不満。ないぞ。ない、うん、最近さ、ひなちゃんさ、うん、外で喋るとき声でかくない？なんか俺最近さ、声でかいよっていうときない？結構。外で歩いてるときでしょ。なんか電気が上がってくるあ、そういうことか。いや、お店の中ではないよ、絶対に。車の音とかがうるさくて、聞こえないかなと思って、っていうのもあるし、うん、多分楽しくなっちゃって。そういうことか。なんか今まで思ったことなかったのにさ、なんかね、急に最近、こうマジここ1ヶ月、2ヶ月ぐらい。うん。なんか別に、何、喋る分にうるさいと思わないんだけど、バレるよっていう。高井君は、お店でうるさっていうか、大きい声出すから、一番迷惑なやつ。だって、なんかスタバとかさ、めっちゃみんな静かだなみたいなところとかさ、本屋さんとかさ、みんな静かなところでさ、なんか一個ボリューム、一大きいんだよ。なんか、ちっちゃくしてって言ったらさ、すっごいちっちゃくわかんないんだよね。じゃ加減が。え、ちっちゃいと思って、もう一個上ないのかなって思って、いつも思うけど、なんか。俺、声がさ、こういう声だから。あ、ないよ。え、ないっていうか、なんか、ごめん、なんか、ちょっと上げると、大きくなっちゃう。そう、大きくしないと声が出ない。ひそひそ声じゃん、いつも。え、じゃあやってみて。おいしい高いよでかい。うん、まあ、私がさ、外で声でかいのは問題だけど、高見くんの方がバレるから。でも声でわかりましたって何回言われてきたのってぐらい言われてるじゃん。バレてる。いや別にいいんだけどね。まあね、うん、近所が良くない、ね、外は別にいいけどね。外はいい、うん、もう時間なくなってきたコンビニやってるから。なんか話しかけてくるの。でもさ、準備下手くそだよね。いいじゃん。なんか俺があと30分で文句ばっか言ってくるやん。何とか言うとさ、うんうんうん、あ、全然言うとか言ってさ10分前ぐらいやったら、あと10分でさ、え、10分はもう無理でしょ。じゃあ思ってるほど、思ってるより10分前に行動すんだ。分かったか。え、でも今日とかマジ余裕じゃない。30分もある。え、なになになんか、なんでそんなこんな今日言ってくるの。言っちゃう、なんか話してたらいろいろ出てきた。ちょっと戦ってくれよ。ちょこちょこ言ってかないと溜まっちゃうでしょ。うん、いや、まあ、いいこと。コミコ言わないしね。うん、なんだろうな、もう一個ぐらい言ってきて。え、めっちゃ言おうとしてるやん。いや、まあ、なんかあればね、ひねり出して言うもんじゃないからだけど。いや、そうだよね。今ひねり出そうとしてたじゃん完全に。何その感じ。
そういえばさ、何？ん？何？なんでそんな今日めっちゃ言ってくんの？何も言ってないやん。言ってるやん。何を？何？なんか別れたいの？何？いや別れたいって。何？全然違う。別れ話じゃん。もうなんか嫌なこと。実はさ。何？やぴかさ、早く寝るときとかあるじゃん。夜更かしするじゃん。お互いね。2時とか3時とかに寝てるって言ってるけど、実は6時とか。ねえ。よくないよ。だから朝全然起きないんでしょ。なんならそのまま朝まで起きてようと思って寝ちゃうときとか。それ何回も失敗してるやつでしょ。1回成功してる。そう。寝ずに？すごっ。ヒナピーは寝たと思ってるけど俺。寝ないよ、ちゃんと。寝てる？日中はさ、他のことしなきゃいけないから、そのプライベートの時間欲しいわけ。いや、わかるよ。でも6時まではちょっと良くないよ。まだ若いから。いや、まあね。いや、それでなんか、いいならいいんだけど、なんか、生活リズム狂うとさ、人間って体調悪くなるよ。今んところでも大丈夫だよ。ほんと？首んとこ痒くなったとか、アレルギーみたいな出てたじゃん。そういうのもそういうところが来てるよ。確かに。それだけじゃないと思うけど、そういうのからもあるよ、絶対。確かに。良くないよ。あれは、ストレスかもね。自分が寝て、が2時だとしたら、じゃあまあ4時ぐらいには最悪寝てるかなとかさ、ね、自分が11時に寝てたら、じゃあまあ2時ぐらいに寝てるかなとか思って、何時間だから、まあもうそろそろ起こした方がいいなとかさ、とっさの嘘つくやん。しかも、何時起きたのって言ったら、普通にいつもさ、なんか、もう何時とか言ってさ、言うやん、すぐ。嘘ついてた。よくない。ちっちゃい嘘。ねえ、ちっちゃマジ。ちっちゃい嘘よくついてる。最低。なんか小学生みたいな嘘つくよね。なんかひなちゃんの物食べたりして食べてないよとか、うん、でもたまに隠すの下手すぎてゴミ捨てようと思ったら真上にボンって置いてあって今食ってるわって思う時はあるでしょ。缶そのまんまにしてたりとか雑。もっと隠せばいいのに、なんかそこもしない感じとかもうなんか嫌だ、許せない。なんか人のお菓子勝手に食べていいと思う。ひなびがさ食べないんだもん。それは最低。人が別にいつ食べるかなんて自由じゃん、そんなの。全然食べないんだもん。自由でしょ。1週間さ、置いちゃって、うん、うわ、もういいかなって。やばくない。いや、それがでしたか、賞味期限切れてるとかだったら、優しさかもしれない。いいよ。いや、まあ、一言欲しいよ、正直。切れてたよ。違う、切れてるから食べちゃっていいって、食べないの食べていいとかだったら、とか普通に食べていいって聞いてくれたら別に食べていいってなるけど、食べた後にさ、もう食べちゃったみたいなのは良くないよ。買ってくるよね、ちゃんとね。マジで、いつかだって私が本当に大事にしてたものを食べられたら。それはない。本当？それは分かってるじゃん。本当？全然分かってる。ひなちゃん全然飲まないの、いっぱい買うの。だからいいじゃん。本当に飲みたいって時に会ってほしいから。ひなちゃんもういっぱい買うくせに飲まないから。いや、だから匠くんも買えばって言ったらさ、俺はいいって言うじゃん。いっぱいになっちゃうじゃん。じゃあ俺はいいって言うじゃん。それは、そこも含めて俺はいいだよ。結局飲むなら買うべき。ひなちゃんがもうちょっと自制したい。ちょっとあれ食べよう。取られる前に食べよう。何？ああ。狙ってたでしょ。すごい。危ない。それ狙ってたわ。危ねえ。昨日一回、その袋から出した。それやろ。袋から一回出した。買うやろ。うわ、もう。買うって聞いたじゃん。一口食べる。うん。なんならクリームがうまいの。いくらだった？